社会医療法人財団池友会は福岡県で医療機関を運営する社会医療法人である医療搬送用ヘリコプターホワイトバードを運行している2010年4月1日付で医療法人から社会医療法人に法人格を変更したホワイトバードは池友会が所有するヘリコプターの名称である民間の医療機関による医療用ヘリコプターの運行は 浦添総合病院についでに例目である。池友会はホワイトバードの運用2008年6月27日より始めた。ヘリは福岡和白病院屋上ヘリポートに常駐し、厚生労働省のドクターヘリ事業の範囲のみならず、医療機関の要請に応じて一般の患者搬送も行う。その際、池友会グループの病院に搬入される場合、 患者からは搬送費用を請求しない。ホワイトバードについての情報は Facebook ページでも確認できる。この不死は医療機関に関して執筆中です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。福岡和次郎病院は福岡市東区にある民間病院である。福岡糸島保健医療圏の災害拠点病院の指定を受ける。 新小文字病院は福岡県北九州市文字区にある民間病院である。北九州保健医療圏の災害拠点病院の指定を受ける。新行橋病院は福岡県行橋市にある民間病院である。建築保健医療圏の地域医療支援病院の承認及び災害拠点病院の指定を受ける。福岡新水巻病院は恩賀郡水巻町にある。 民間病院である。カシー級リハビリテーション病院は福岡県福岡市東区にあるリハビリテーション専門の病院である。ありがとうございます。